まずは1号艇の吉田俊彦選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。今シリーズは5戦4勝での予選トップ通過となりましたけれども、はい、今シリーズ戦ってきてレース自体はご自身の中では納得のレースはできてらっしゃいますか？チャック取れてるんでね、はい、はい。そして仕上がりの方ですけれども、はい、現状としてはどんなことが言えそうですか？ちょっと昨日まで船の向きが気になってたりしたんですけど、はい、今日朝から乗って、はい、それも解消してますし、もう万全の体制で臨めると思います。あ、そうですか、はい。じゃあそれはこうプロペラを調整していい方向になった感じですか？はい、プロペラでうまいことを調整できたと思います。あ、そうですか、はい。そしてスタートに関してですけれども、昨日のレース後半レースはちょっとこう誤差があったかなっていう話をされていましたが、インタビューではちょっと初日ほど見えてないですね、はい、昨日は。昨日はということで、はい、じゃあまた今日は特訓でと、はい、優勝戦までのお時間というのはじゃあもう次は試運転特訓までもう何もしないですね。じゃあゆっくりできそうですかね、はいはいはい。さあそして進入ですけれども、はい、ここは1号艇です。はい、もう深くても、あ、もうそれはインコースは間違いなく、離れで遅れればね、もうそれはしょうがないことですけども、はい、持てば何があってもいいんです。はい、わ、はい、かりました。それでは最後に優勝戦に向けて意気込みをお願いいたします。はい、優勝して帰ります。お願いします。はい、宣言していただきました。1号艇の吉田俊彦選手でした。続いては2号艇の藤岡俊介選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日は0-9、0-9、2本の連勝となりましたけれども、はい、藤岡選手は仕上がりとしてはどうなんでしょうか？全体的に普通ちょっと上あるかなぐらいやと思います。普通よりはあるけれども、ただ、ちょっと上とはまだ差があるかなっていう感じはしますね。朝は整備室に姿がありましたけれども、作業としては何かなさったんですか？もう本体洗浄しただけです。あ、そうですか。押しの部分が気になるというお話でしたけれども、そのあたりは今日はこの後何か、そうですね、もうプロペラ調整で作業を続けていくつもりです。もうスタートに関してはもうイメージ通りのところでいけてますね。そうですね、勘通りには行ってます。はい、じゃああとはその推しの部分を求めてというところになりそうですが、はい、はい。そして進入ですけれども、藤岡選手ご自身は今の段階では進入に関してはいかがお考えですか？バナレが遅れない限りは2コースになると思います。はい、わかりました。それでは最後に優勝戦に向けて意気込みをお願いいたします。精一杯頑張ります。応援してください。はい、ありがとうございました。はい、お預かりいたします。2号艇の藤岡俊介選手でした。さあ3号艇は小坂直也選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。内枠3選手はもう兵庫支部で締めています。はい、ね、小坂選手序盤からね、いいコメント出ていらっしゃいましたけれども、はい、改めて現状感触の方はいかがなんでしょうか？久しぶりにいい感触でここまで来れてると思います。はい、特にご自身の中で手応え感じているところはいかがですか？そうですね、スリット近辺とかその辺ですね。はい、そうですか。はい、やっぱりこう全速でいくと覗く感じは、そうですね、直線はいいと思います。直線はということですけれども、はい、体感とかターン回りどうですか？それも悪くないですね。はい、はい、もうじゃあ自信を持って優勝戦に向かう感じですか？はい、小坂選手も朝は整備室に姿ありましたけども、はい、ギアケースかなんかご覧になったんですか？点検だけ、はい。そうですか、はい。この後の作業としてはいかがでしょうか？プロペラだけで。プロペラだけで、はい、じゃあもう微調整というところでしょうかね。もう、はい、そうですね。スタートに関しては見え方どうでしょう？コンセスはいけてると思います。はい、そして進入ですが、はい、今の段階ではいかがでしょう？枠主張はするつもりでいます。はい、はい、ありました。それでは最後に優勝戦に向けて意気込みをお願いいたします。精一杯走ります。応援してください。はい、ありがとうございます。3号艇の小坂直也選手でした。さあ続いて4号艇は石川慎二選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。もう今日はこの石川選手の動きが気になるところですけれども、まず今の段階での進入としてはいかがですか？枠は主張します。はい、4号艇よりはうちに入ったということですけれどもね。はい、プロペラに関してはインタビューでも、まだ納得の範囲ではないというところをお話しされていました。なんかね、ちょっと言うこと聞かないですね。ちょっと癖がついてるペラみたいで、叩いても戻ってくるし、なかなか難しいですね、今節は。はい、じゃあこの後も優勝戦に向けてはじっくりとプロペラの作業になりますか？そうですね、はい。現状としてはこのモーター、評価としてはどんな評価になりますか？悪くはないです。悪くはない、仕上がってるとか出てるっていう
レベルでもないんですけど、はい、まあ、悪くはないですね、はい、うん、悪くはないというか、あと仕上がりの面でもうちょっとというところを、はいはい、まあ、あとはご自身の納得の仕上がりになればというところでしょうか。そうですね、まだ時間はあるんでね、はい、あのやれるだけのことはやろうかなとは思ってます、はい、スタートに関しては見分け方いかがでしょうか。うん、まあそうですね、まあ、同じようなところから行ってるんでなんとか見えてるかなという気はしますけど、うん、はい、分かりました。さあ4号艇での戦いとなります。最後にファンの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、面白いレースをします。頑張ります。はい、楽しみにしております。4号艇石川慎司選手でした。さあ続いては5号艇は渡辺浩二選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。渡辺選手のモーターは決して数字だけ見るとあまりよろしくないモーターではありますが、はい、現状としてはいかがでしょうか。いや、そこそこ動いてると思います、うん、はい、新しいプロペラの方はもう調整はバッチリですか。はい、バッチリだと思います、はい、そこそこ動いているということですけれども、改めてこう船足の評価としてはいかがでしょうか。まあ、行き足から出足は、はい、まずまず自分の体感とは合ってるんで、悪くはないと思ってます。そうですか。じゃあこの優勝戦メンバーの中に入ってもという引け分け、いやちょっとそのレースしてないんで分かんないですけど、まあ展開はつけるんではなかろうかとは思います。はい、はい、展開はつける。じゃあ体感、その乗り心地面もしっかりしていると、はい、悪くないと思います。はい、スタートに関しては見え方どうでしょうか。まあ、ちょっといけてないですね、はい、はい、今日に関してはどれぐらいのスタート行きたいなというのはありますか。まあ、行ける範囲で、早いのは行きたいと思います。はい、進入に関しては、進入はもうなるようになると思うんで、はい、一番おいしいところから行きたいと思います。おいしいところからということでね、はいはい、期待したいと思います。それでは最後に、ファンの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。5号艇渡辺浩二選手でした。さあ6号艇は小林康選手です。よろしくお願いします。お願いします。東京支部からの、はい、ね、優出となりましたけれども、昨日の12レースは2番手争い大接戦でしたね、はい、接戦でのレースの感じいかがでしたか。若干ちょっと弱めだったなっていうのは感じました。特に今日の優勝戦に向けては求めていきたいなというのはどのあたりになりますか。まあ、初日からターン周り求めてずっと調整してるんですけど、うん、はい、ちょっと会う時が少ないですね。なかなかこう思ったところに、はい、そのターマリというのはその押しの面、押しの面、乗り心地とかどうですか。乗り心地はいいです。あ、そうですか、はい、直線スリット近辺とかどうなんでしょうか。中堅はあると思います。中堅は、はい、この優勝戦に向けてというのは、また引き続き、まあ、ペラ調整で、はい、でそのターマリをしっかり求めていく形になりますかね、はい、スタートに関してはどうでしょう。見え方の方は、見え方は大体合ってます。今日は6号艇での戦いですけれども、はい、侵入など何か、侵入ですか秘密にしておきます。秘密にしておいて、はい、はい、秘密ということでね、はい、どんな戦いになるか、ご注目いただきたいと思います。それでは最後にもう一言ファンの皆様に意気込みお願いいたします。はい、地元優勝できるように頑張ります、はい、ありがとうございます。